前回この発光部がこちらを向いているライトを紹介しましたが、また新しいライトが送られてきました。スルーナイトさん攻めてますね。スルーナイト、いつものシンプルなパッケージです。パカリンコ、こんな感じで入ってます。そしてライトです。今回提供いただいたのはスルーナイト TT10 です。後ろにも電源があります。今までとはちょっと違った感じですね。ちなみにお値段ですが 12,040 円、ちょっと高めですね。おそらくすごい性能が高いんだと思います。スポンジの下には説明書が入っています。日本語もあります。細かい仕様はこんな感じです。 LED は XHP70.2 です。重量は 120g。 ターボで 3700lumen なんですね。ターボはすぐ熱くなるのでちょっと実用的ではないかと思います。このハイが実用的だと思います。 1750lumen ですね。そして対衝撃性 1.5m、 手元から落としても大丈夫そうですね。で、防水ですが IPX8、かなりの防水性能です。また製品保証、2年間無料保証、商品購入時より2年以内に正常な故障状態において製品に問題が発生した場合は無料で新品と交換させていただきます、だそうです。正常な仕様です。あと付属品が入ってます。こちらはカードですね。ありがとうございますって感じです。こちらはホルダーです。ライトはこんな感じに入ります。サイドがゴムになってます。こんな感じにカラビナでぶら下げます。ここはベルトを通す感じですね。あとはストラップ、蓋のスペアもあります。こちらがストラップ、後ろの電源ボタンのスペアもあります。あとゴムパッキンのスペアもあります。こちらはディングですね。あと USB の充電ケーブルです。コネクタはマイクロ USB。 長さはこんな感じです。十分な長さがあります。では実際の製品を見てみます。相変わらず高級感あります。ちょっとずしりとした重みがあります。実際に 120g なのか測ってみます。なるほど、本体が 120g で電池を入れるともっと重くなるんですね。ちょっと開けてみます。こんな感じです。かなりみっちり入ってます。出てきました。充電池はこの 5000mAh です。かなりの容量です。スルーナイトの電池なんですね。こちらの電池が 69g。 それでもってこっ
ちが、お、119g です。合ってましたね。こんな感じです。こっちも、あ、こっちは開かない。いつもこ、なぜかこっちも開くんですけどね。まあ開く必要ないですからね。これはこう、どっちだ、こっちが電源ボタンです。でここに USB の充電コネクタがあります。このギザギザ部分外すことが可能です。まあね、まあ窓ガラスを割るときとかこういうの必要なんですかね。普段使用には必要ないですね。こっちでいいと思います。発光部はこんな感じです。そしてレンズ面は傷一つないです。では実際にスイッチを入れてみます。スイッチ1回だと最後に切ったモードでつく感じです。でモードを変えるのは長押しです。ついた状態で長押しすると次々に明かりが変わります。一番明るいのがハイですね。ロー、ミディアム、ハイ。ロー、ミディアム、ハイ。ロー、ミディアム、ハイ。ターボモードはダブルクリック。これがターボモードになります。すぐライト本体が熱くなってきました。ライト本体というよりも発光部の部分です。今までよりもそんな激アツって感じではないですね。我慢できる熱さです。ただこのターボモードはほどほどにした方がいいと思います。このスイッチを3回押すとストロボになります。そして今回違うのはここにもボタンがあることです。ではまずこっちのマイナスって書いてあるボタンを押してみます。お、押してる間ストロボになるんですね。なかなか機能を加えてきました。そして上は電源ボタン。ここはいきなりターボモードのスイッチです。ダブルクリックではなくて直にターボモードです。本来ここで素早く押すことでなるモードが今回はボタン一発でなるようになったわけです。じゃあターボモード、こっちストロボモード。部屋だとターボとハイモードの違いがあまりよくわからないですね。バッテリー残量が少ない状態で点灯すると赤く点灯します。バッテリーがなくなったらこのマイクロ USB で充電します。充電中は赤く点灯します。満充電になると青色に光ります。今回ライトのロック機能が追加されました。消灯している状態で電源ボタンを長押しします。するとファイヤーフライモードになります。そのモードの状態でもう一回長押します。そうすると点灯が消えます。これでロックされました。電源ボタンを押してもつきません。解除するにはもう一回電源ボタンを長押しです。そうするとまたファイヤーフライモードでつきます。これでもうロック解除です。では実際に外で使用した模様をご覧ください。これがローです。十分明るいですね。通常はこれで問題ないかと思います。こちらがハイです。物
ものすごく明るいです。ポットが明るいというよりも全体が明るいです。続いてターボモードです。後ろのボタン一発で作ったターボを試してみたいと思います。とても明るいです。ハイと比べてみたいと思います。こちらがハイです。どうでしょう、違い分かりますでしょうか。続いてターボモードいきます。これがターボモードです。これがハイです。これがターボモードです。どうでしょうね、あんまりこう違いが感じられません。ハイでも十分明るいです。ターボモード少し明るいですかね。ターボモードにすると LED の部分がすぐ熱くなります。この少しの差がすごい違うんでしょうね。ターボモードは使いすぎると故障の原因になりますので、ほどほどにしております。やっぱりどうせ明るいライトを使うならこのハイモードをいっぱい使いたいですね。場所を変えてもう一度テストです。これがローです。ミドル、ハイです。ロー、ミドル、ハイ、ロー、ミドル、ハイ、ハイがとても明るいです。でターボモードにしてみます。これがターボモードです。もう一回ハイを見てみます。これがハイです。続いてターボモード。気持ち明るいかなといったところです。がハイです。というわけでトリアージの使用はこの辺にしておきたいと思います。次は長時間使用の動画になります。どうもご視聴ありがとうございました。